中国共産党中共当局は、不動産会社に債務の削減を求めています。そのため、こ年に入ってからほとんどの不動産会社が、緊縮財政政策を採用し、大規模な賃金引き下げと人員削減が始まっています。 中国メディア第一財経が引用した複数のエグゼクティブサーチの情報によると今年は不動産業界全体で賃金の引き下げ傾向が顕著で7月8月以降多くの企業がリストラ計画を開始しているといいます報道によると不動産業界でリストラされた従業員の多くは投資部門やサポート部門に集中しているとのことですあるエグゼクティブサーチによると 最近リリースした1つの求人情報に対して100通以上の履歴書を受け取りその中には一部の上級職の職員も含まれていたそうです一部の不動産会社がリストラした理由として従業員が体力テストに不合格だったからという事例がありました9月には債務危機に見舞われた広大のほか上海に本社を置く不動産開発業者シニックホールディングスでも 本社が50の言及と50リストラを行うとの情報が伝えられています。ラジオフリーアジア RFA が奇襲省の時事評論家の調子の分析を引用したところによると中国では今年不動産業界のほかに教育養成産業と越境 EC 産業の2つの業界でも大規模な失業が存在しこの3つの業界の失業者は1000万人を超えたといいます。 中共は今年、全教科類の公害教育機関は非営利機関に転身するよう命じた結果、多くの中小型教育養成機関が倒産しました。先日も中国の塾・教育グループ大手、新東方でも4万人の人員削減のニュースが伝えられました。中共と欧米との関係が悪化する中、 長い間成長を続けてきた中国の越境 EC 業界もボイコットの対象となり始めています。新鮮市越境 EC 協会が発表した統計データによると、5月から8月にかけて、アマゾンのプラットフォームに登録している5万社以上の中国の出品者がブロックされました。 通常の経済化での業務縮小に属するものではなく、政治環境によるものだと示しました。また、不動産、教育、養成、電子証、取引などのリストラは、いずれも経済の不均衡がもたらした連鎖反応だとしています。9月28日午前、中国石膏省東京市宇賃で開かれていた、2021年世界インターネット大会宇賃サミットが閉幕しました。 中京官営メディアの報道によると、今大会には世界24の国と地域から300余りの企業、団体が参加したといいます。その後、大会に出席する重要なゲストのリストが SNS で暴露されました。ネットユーザーによると、ロシア連邦通信情報技術マスメディア監督庁の長官を除いて、ゲストのほとんどがパキスタン、東ティモール、 イラク、アフガニスタンケニアといったインターネット技術が遅れている貧困国からのゲストで欧米先進国の代表者の姿は皆無だったそうですこれに対しネットユーザーからは発展途上国インターネット大会に改名した方がいいと揶揄する書き込みがありましたまた別のネットユーザーは中国は確かに他の国にはないインターネット技術グレートファイアウォールを持っている イランのそのファイアウォールも中共からもらったもので、売ったのか、ただでもらったのかは知らない。イランと中国を除いて、どの国にまだこのファイアウォールがあるのだろうかと皮肉を言いました。今年5月、フランス上院は初めて台湾による国際組織参加を支持する決議案を採択しました。 9月29日、フランス上院の台湾友好議員連盟のアラン・リシャール主席は10月5日に代表団を率いて台湾を訪問することを発表しました。台湾外交部の王光安報道官は9月30日、リシャール氏が台湾の政府高官と会談し、文化訪問も行うことを確認しています。フランスメディアによると、今年2月と3月の2度にわたって、 ロサや中仏中共大使は書簡を送りリシャール氏一行の台湾訪問を阻止しようとしさらにフランスはこれによって制裁に直面すると脅していました先週中仏中共大使館のホームページにはフランス上院議員は政府側の身分であり 台湾当局と接触することは、一つの中国政策に違反する、中仏関係を破壊する、などと非難する文章が掲載され、フランス上院議員によく考えてほしいと求めました。リシャール氏は、フランスの政治体制は三権分立であり、議会はフランス政府を代表するものではない。 上院議員が台湾へ訪問することは一つの中国の原則に反するものではなく過去にもフランスの上院議員の台湾訪問があったと反論しました王公安報道官はリシャール上院議員がロサや中仏中共大使からの度重なる脅迫と妨害に直面し台湾訪問の決意と民主自由に対する堅持をより強固したことは称賛に値すると表明しました 最近、世界各国が、中教に対する嫌悪感は爆発する臨界点に達しているようです。ネパールでは9月28日、中教に対する怒りが爆発し、首都カトマンズで、中教による内政干渉や土地占領に反発する市民が抗議デモを行いました。地元メディアの報道によると、この抗議活動は、ネパール民主社会党に属する組織、LYU が発起し、 カトマンズ中心部のマイティガル・マンダラで行われ、約200人のメンバーが参加したとのことです。抗議者は侵略された我々の土地を返せと書かれたプラカードを掲げ、中国は我々の土地を返せ、中国、ネパールへの内政干渉を止めろ、中国に戻れとのスローガンを叫びながら行進し、中共がネパールと中国との国境地帯を占領していることに抗議しました。 報道によると昨年、国境紛争地帯であるガルワン渓谷でインド軍と中共軍の衝突後、中共はネパール北西部のフムラ地区の約150ヘクタールの土地を占有し、複数の建物を建築したといいます。これを受け、中共大使館は最近声明を発表し、ネパールと中国の間に国境問題は存在しないと主張しています。この事件はすぐさまネパール国民の不満を呼び、 中共に対する抗議行動に発展しました。事件が続くのか、拡大するかは、さらなる観察が必要です。中共の暴政に反対し、中共の関連組織からの脱退を進める運動は、国内外の歌人の賛同へ、また国際社会から支持されています。ファールンゴン学習者は9月26日、アメリカ・フィラデルフィアのチャイナタウンで集会を開き、 約3億8000万人の中国人が中国共産党共産主義青年団少年先鋒隊から脱退したことを称えました。この活動はペンシルバニア州下院議会から表彰を受け一般市民からも支持を得ました。集会の主催者であるアレックス・ルチャンスキー氏は中共は国際的な犯罪組織であり中国を支配して以来 数億人もの人々が中教の絶え間ない嘘と暴政にずっと苦しめられてきたと示しました。この集会の目的は中教の罪を暴き人々を中教から遠ざけることだとしています。ルチャンスキー氏はまた中教が嘘をつかなければ中教ウイルスのパンデミックは避けられたはずだ。今や世界中に蔓延し全ての人に影響を与えている。私たちは中教の邪悪に立ち向かい、 中共を拒絶しなければならないと語りました。この日の集会では25人の歌人が中共の関連組織から脱退しました。同州会員議会が同州会へ交付した表彰状では、中共が過去70年間に各種の政治運動を通じて、8000万人以上の中国人を殺害してきた中共の罪悪を非難しました。これらの運動には文化大革命、 天安門事件、ファールンゴン弾圧、新疆ウイグル自治区のウイグル人に対する弾圧、香港民主化運動への報復などが含まれています。表彰状ではまた、中共を拒否することの重要性として、民主的な理想の価値を理解している人々は、中共が支持する破壊活動や潜入活動に協力しないため、 中共の国際社会に対する脅威を軽減することができると強調しています。今日嘅紀元頭條就到呢度，多謝收睇。守護真相永不放棄。我雪兒，下個禮拜見啦。